ねえ、何それ、レイちゃん。ライオンキング。涼しいからよかった。休憩できる。ね、大事か。ナナさん、今日はどこにいますか。今日はツワナのサギマニモニュメントの横にいます、今。ね、久々になんかツワの散歩してるね。うん。最近いろいろ行ってたからね。そうね。じゃあ今日はちょっとツワナの街をお散歩しようかね。はい。できたらお城にも行きたいね。紅葉すっごい綺麗だから。そうだね、今日天気いいし ね、めっちゃ紅葉綺麗だよ今。ねえ、ねえ、ここ最高に綺麗。いいシーズンだねえ、めっちゃねえ、レパ紅葉がすごい気持ちいいし、気温も気持ちいいし、うん、風も気持ちいいし、お散歩行きますか、うん、はい、はい、行きましょう。なんかこの時期は本当日が暮れるのがちょっと早いよね。早い早い。今3時半ぐらいかな多分ね、うん、だけどもうちょっと夕焼け感があるツワノです、うん、はい、ね、やっぱ山に囲まれてるからね、うん、どうしてもね日が暮れるのが早いよね。早い早い。日がね山に陰ってすぐなくなるから、ね、でも紅葉はめっちゃ綺麗だよこの時間帯。確かにね、すっげー綺麗。八坂神社に来ました。イエーイ。よいしょ。銀杏酒。だいぶ歩いて稲荷神社の方まで来ましたね。稲荷神社まで来たね。もうリフト乗り場だよここ。まあ、ちょっと犬と一緒に乗ることはできないんで。あ、なんかね、小型犬で完全にゲージに入るみたいな道具を持ってたら確か乗れるはず。あ、そうなんだ。うん、あの人が抱えて確か乗るはずよ。そっかそっかそっか。さすがにね、この子らはね、抱えて乗れないからね。あのでっかいゲージかか鳥大きいね。めちゃ大きい。これ本当に木でできてるんかな。木じゃないんじゃないかい、これは。さすがにやっぱコンクリかな。まあ、ちょっと稲荷神社の方まで来たけど、今日はちょっとお城の方に登ってみようと思います。イエーイ。さっきのリフトでも途中までなんだよね。そうね。だからリフト、山頂のリフト降りてから20分もないか、10分ぐらいか。もう、うん、10分よりは歩くかな。もうちょい歩くかもしれないけど。でこっからだと40分ぐらいかな。うん、40分ぐらいで上がれるかな。うん、ちょっと行ってみますか。はい、ね、直線で1キロしかないんだもんな。いや、そうだ、杖があります。気をつけてね。 私はね、杖はいらないんです。ここに四駆の引っ張ってくれる子たちが2人いるから杖はいらない。引っ張ってくれるのか引っ張られてるのか。あれ、パジャ。いや、景色綺麗。獣臭がするか、パチャがすごい。今日も景色綺麗だよ。あ、ほんと。ねえ、太陽の光が当たって綺麗。ねえ、ほら、パチャ行くぞ。パチャ、何の匂い嗅いでんだよ。なんかね、こんな感じで道が舗装されてます。なので、まあ歩きやすいかなと思います、ね、だいぶ歩きやすいよね、ここね。うん、だからリフトで上がっても、まあ、歩いて上がっても、まあ、そんなにね。そう、リフト意外と時間かかるから、うん、時間的にはね、うん、言うほど変わんないよね。うん、で、もう草も刈ってあっていいね、伸びない時期だから。え、千葉元気だね。元気元気。ちょうどいい気温で本当にいい ね。あの、止まってるとちょっと寒いけど。あ、そう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 、歩くとちょうどいいよね。うん、いいね。すごい久しぶりに登ってる ね。紅葉もしてるよ、結構。ほんとほんと、久しぶりだね、ほんとね。久しぶり。夏は暑くてね。ね、今年の夏は特に暑くてね、登れなかったよね。ほんとほんと。特にレイがね、うん、あんまりお散歩できなかったから。そうね、パチャ。切り株の匂い嗅いで、とことこ。早いな、パチャ。はい、
やっぱなんか獣の匂いがするんかな。じゃない？ね。でもなんかこの辺イノシシはいないね。いないね。なんかイノシシ掘られた跡が全然ない。確かにないね。そう言われれば。上まで行くと結構あったりするよね。そうね。だいぶ結構登ってきました。ね。いや。どうかな。3分の1は超えたかな。ね。でもこの道綺麗だよね。うん。で、れいちゃん。れいちゃんね。うん。耳をこっちに寄せてるから聞いてるはずだけど無視してる。あ、いいね。なかなか。はい、リフトまで来ました。はい、こんな感じです、リフト。リフトの途中です。です。今日も動いてないね。人が来ると動きます。ね、人が来る時だけだよね、本当。うん。リフトの下をくぐります。くぐります。ちなみにリフトからはちょっとあれだけど青の山が綺麗に見えるんだよね。ね、見えない。ここからは見えない。カメラでは見えない。結構さ登るけどさ、うん、意外とすぐ着くよね。意外とすぐ着く。歩くのでもね。うん。だからワンコ連れの人たちはいい運動になるよ。ね、歩いて登るのが。こら。何？何の匂い？いいね、自然探索です。ね。ほら、パチャ、行くよ。動物いたら追い払ってね。パチャな、レチャ行きそうだけど、パチャビビりそうやな。春ビビるからね、動物いたら。イエーイ。楽しい、レイちゃん。これ、パル行くよ。昔さ、栃木でさ、天空の階段登ったの覚えてる、うん、覚えてる、あれやばいよね。あれ初めて登った時さ、うん、めっちゃ足プルプルしたの覚えてる。覚えてる覚えてる。もう足プルプルでさ、あの時もう動かなかったよね。面白かった。その後も何回か行ったよね。ね、天空の階段本当何回も登ったね。うん、楽しかった。いや、でもな、若干その時を思い出すね、このプルプル感。よいしょ。いや、まあ、あ、天空って。すごい、見て、景色。本当だ。綺麗。めっちゃ綺麗。ねえ。青の山が綺麗なオレンジ。ところどころ真っ赤なモミジみたいなのあるね。ね。特に夕日に照らされてね。この時間、本当綺麗。ね。で、街はもう影です。本当盆地だからさ、日が暮れるのは本当早いよね、ツアーはね。うん、すごい。よいしょ。だいぶ来ました。はい。右行ってみる？うん。本丸の前に出丸だったっけ？忘れた。出丸だ。合ってる。こっちこっち。出丸？うん。ツアーの今昔、日本遺産の百景図の第2の図にもなっている。ね、三本松城の出丸です、ここが。ツアの百景図って言って江戸時代のね、うん、ツアの風景が残った絵があるんだよね。うん、100枚。100枚ね。うん。おいしょ。おいしょ。よいしょ、よいしょ。だいぶ急だな。急です。あ、なんかちっちゃいトンボがいるね。本当？うん。やばい、俺がこける。レトハルすごいな。さすが四足歩行、四駆。おいしょ。ああ、着いた。到着。イエーイ。いや、歩いた。ねえ、座ろうかな。されたで。綺麗。ねえ、めっちゃ綺麗。よいしょ。春落ちないでね。ここからは津和野の町も一望できますね。ちなみに津和野の町はこんだけです。ほんとちっちゃい町だからね。この津和野の谷間、津和野ね、うん、あ、津和野のね、城下町、うん、もともとの津和野町。そうそうそう、合併して大きくなったけどね。うん、もともとの津和野町はほんとちっちゃくてこれだけです。
綺麗ね。今日快晴だね。ほんと。お水飲もうか。はい、水分休憩。はい、歩いたから喉乾いたね、レイも春も。パチャに負けたり。おしまいにしたかね。レチャレチャ足引っかかっとるよ。パチャにも引っかかっとるよ。パル捕まえた。じゃあ次は本丸の方行きますか。はい。ちょっと日が陰ってきてからちょっと急ぎ目に行くかね。はい。すごい。9号線より高いかな。高い高い。余裕で高いよ。ね。この時間太陽のキラキラがめっちゃ綺麗。ね。下から行こうかな。どっちでもいいよ。下にしよう。まあ距離は近いよね。だ距離そこだもんね、もうね。それでしょ。うん、もうそこそこ。ねえ。このなんかハイジャンプ、ひょんってできたらすぐ行けるの。相当飛ばんといて。ね、ずーっとね、改修工事もしていてね。うん。ほんと。かなり。歩きやすくなったよね、昔に比べると。そうだね、確かに。ほんと、つばのに引っ越してきてさ、2年だけど、うん、その間ですらめちゃくちゃ変わったもんね。変わってる、歩きやすさが。うん、変わってる変わってる。瓦がゴツゴツ落ちてます。はい。多分この瓦はほんと昔のお城の、お城のに使われていた瓦だと思います。ね、わざわざここまで持って上がる人いないんで。うん、なんかその廃城、廃城令だったっけ、うん、が出た時にお城を壊した時の瓦をそのままここに絶対あるんじゃないかみたいな話だった ね。そう言われてるよね。うん、そう言われてるっていうか、そうだろうね、絶対ね。ね、だからこの瓦はおそらく当時のもの、当時のものだね。うん、だから一番古いと室町時代とかそんぐらいかな。ねえ、歴史ある瓦が、ね、転がっています。いっぱい落ちてます。よいしょ。レイちゃん、こっちだよ。登るよ。ここはね、もう崩れててこういう風な道になってるから、ね、今改修工事中だからね。うん、また治ると思うけど。うん、よし、じゃあ登ろっか。パル、登れるかな。行ける？そこ攻め込む？こっち行った方がいいよ。百景図の第一の図の三本松の城がここです。ね。三本松城。うん。到着しました。いやん。がそこ綺麗だね。ねえ、ここ本当景色が綺麗。本当すごい。この時期はね、紅葉が最高だね、やっぱり。いいね。まだ緑が多いけど、もうちょっと楽しめる ね、この後だね。いいね。いや、綺麗綺麗。すごいすごいな。そうだ、そっち行ってくれ。よいしょ。はい、パチャ、行くよ。綺麗だね。綺麗。やっぱ紅葉の時期いいね。うん、木がでかい。で、一応津和野城はここに天守閣があったって言われてる、うん、この本当はお城って一番高いところに作る印象が強いんだけど、うん、この一段下がったところに天守閣があったらしいです。うん、と言われていますね。って言われてるよね。うん、
転ばないでって書いてあるからみんな気をつけていきましょう、ね、不利じゃないよカメラはやめてよ。カメラ落としたらなんかしばらく立ち直れないよねこれよいしょ。こういう時に GoPro が欲しい。はい、パロン。よし、めっちゃ綺麗。レトパは強いな。レイハルほんとすげえな。ほんと。よし、着きました。着いた。綺麗、景色が綺麗ね。えすごい。でここが一応お城の一番高い場所になります。イエーイ、すごい。何もない隔てるものがね。すごいよ。このオレンジの青の山が見たくてあえてこの時間に来たんだよねちょっと夕方 ね、めっちゃ綺麗。いろいろ見えるかな。みんな空も快晴ですで、ツワナの町はその下に広がってます。はい。で、ここからねJR の線路が向こうの山沿いにずっと続いてるんだけど、そこを SL が通るとね、うん、ちっちゃい SL が走るのがね、うん、ジオラマットっぽくてさ、うん、楽しいよね、うん、で、チパよう登ったね。ね、疲れたね。疲れたね、頑張ったね。涼しいからよかった、休憩できる、ね、パチャ、パチャ散策中です。いいね、いいね。でも今年あんまやられてないね、イノシシに。やられてない、全然やられてない。動物来てないんだ、ここね。え、初めて来た時、ね、すごいひっくり返されてたけどね。すごいひっくり返されてた。おお、こっちからの景色もめっちゃ綺麗だよね。え、すごい。もう夕日が山に隠れちゃった楽しんでおります。2人とも楽しいよね、ここね。電車来とったじゃん。え、嘘。ほら、あ、ちっちゃい電車、ちっちゃい電車が走ってますオレンジ電車2両です。2両か、あ、2両多いじゃんまあこんな感じで SL もここから眺めることができます。ジオラマ感半端ないね。パチャは木を楽しんでます。ここに来てまで。いつもここで木を拾って帰るんだよね、あなたね。ほんとほんと。ちなみにここで見つけた木は絶対家まで持って帰ります。そして私がさりげなく捨てます春危ないよ。パチャレちゃんねえ、何それ。レちゃん、ライオンキング、ライオンキングになってるよ。さすらいのでしょ、おーまとめでね。今日は三本松城ね、三本松城、津和野城に来ました。津和野城島に来ました、はい頑張って山登ったね、レチパ。登った、レチャよく登ったね。ねえ、ねえ、ね、この夕方のね、このお城もね、すごい綺麗だよね、やっぱり。うん、本当。ね。じゃあ今日はこの辺にしようかね。うん。ねえ、よく頑張りました、レイちゃん。はい、じゃあそろそろ降りようと思います。はい。じゃあ今日はこの辺で。で、もしこの動画良かったなと思ったら高評価とグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもできたらお願いします。はい、はい、じゃあそれじゃあね。はい。